今回は茶々の生涯と彼女が豊臣秀吉の側室となった理由について解説していくぞ。よろしくね。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康に関する動画を投稿していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。茶々は永禄12年頃、近江の国小谷で誕生したと考えられている。この時期の本名は浅井茶茶であったと推測される。また別の資料では浅井菊子と呼ばれていた可能性もある。僕は茶茶よりも淀殿という名前の方が印象が強いね。確かに茶茶は淀殿だが、実は生前に淀殿と呼ばれていたことを示す明確な資料はなく、生前は淀の方などと呼ばれていたと言われているが、いずれも江戸時代以降の呼び名なんだ。じゃあ茶茶は後に淀殿と呼ばれるようになった可能性が高いんだね。はっきりしたことは言えないが、その可能性は高いだろうな。また今回の解説ではすべてチャチャと呼んで解説を行っていくので、よろしく頼むぞ。うん、わかったよ。話を進めるが、チャチャの父親は近江の国の戦国大名である浅井長政、母親は信長の妹である一だ。両親の仲は良く、一を聖母とする子供は長女チャチャのほか、次女の初、後の上皇院、三女の豪、後の数元院がいる。しかし当初は信長と同盟を結んでいた長政だったが、後に信長と敵対することになり、天正元年に織田軍によって本拠の小谷城を落とされてしまう。その結果、長政と茶茶の祖父である浅井久政は自害、異母系の満腹丸は信長の命令で秀吉に処刑され、浅井家は滅亡することになった。この時一と茶茶らは落城前に救出され、以降叔父である信長の目の届くところで保護されることになる。しかし天正10年に信長が本能寺の変で亡くなると、三姉妹は一が再婚した信長の家臣である柴田勝家の越前の国にある北の庄城へとついていくことになった。これで少しは落ち着くかと思われたが、今度は天正11年の賤ヶ岳の戦いが勃発し、秀吉に敗れた勝家は一と共に自害してしまったのである。この戦いにおいて三姉妹は秀吉によって保護され、豪は佐治和成に、初は京極高次に嫁ぐことになった。そして天正16年頃、茶茶は秀吉の側室として大坂城へ側室として迎えられることになった。茶茶が側室に入った際の年齢は約27歳前後だったと言われているな。なるほどね。それで秀吉の年齢は何歳だったの？当時の秀吉はおそらく50歳を超えていたと言われているな。現在の感覚で考えても結構な年齢差があったんだね。そうだな。それに茶茶にとって秀吉は父、兄、養父、そして母の仇となる人物だったので、一般的に考えると仇となる人物の側室となることは極めて珍しいことだと思うぞ。確かにそうだね。ここで茶茶が秀吉の側室となった理由をもう少し考えていこう。一般的には茶茶の容姿が秀吉が好んでいた位置に似ていたことから熱望され側室となったと考えられている。しかし先ほども触れたが、茶茶にとって秀吉は家族を殺した仇であることは間違いない。となると側室となるのは不自然な気がしてしまうが、茶茶は戦国の乱世による影響を幼い頃から強く受けていた。つまり茶茶は
時の権力者である秀吉の側室になれば、世継ぎを設け自分の子を天下人にすることで死んでいった身内の無念を晴らそうとしたと考えることができるのではないだろうか。確かにその可能性はあるかもしれないけど、何とも言えないね。確かにそうだな。当時の心境を本人に聞いてみたいところだ。話を進めるが、天正17年、二人の間に捨て、後の豊臣鶴松が誕生する。この時の秀吉の年齢はおそらく53歳で、これまで子宝に恵まれなかったことから大層喜び、茶々に山城の国の淀城を与えた。それ以降、茶々は天下人の後継者の聖母として発言力を強めていくことになる。先ほど登場した鶴松は天正19年に病死してしまうが、2年後に広い、後の豊臣秀頼が誕生しているぞ。そして秀吉は秀頼を溺愛し、幼子の未来を心配しながら慶長3年に62歳で他界することになったんだ。その後、秀吉の正室であるねねは死を契機に出家し、高段院となったが、茶々は出家せず、秀頼の後見人として政治に介入するようになった。その頃、豊臣政権内では石田三成と徳川家康が対立していた。また、実質的な大坂城主である前田利家の死によって、敵対関係が鮮明になっていくのであった。やがてこの対立は慶長5年、上杉征伐のため会津遠征中の家康を相手に三成が挙兵することになったんだ。これは関ヶ原の戦いの前哨戦だよね。その通りだ。それでこの時、茶々は事態の鎮静化のために家康に書状を送っているが、逆に三成が謀反を起こしたことを認めてしまい、関ヶ原の戦いの開戦のための大義名分として家康に利用されてしまうんだ。最終的に関ヶ原の戦いは旧豊臣家臣の離反などによって東軍の勝利で終わることになった。関ヶ原の戦いの後、茶々は自分と秀頼が西軍に関与していないことを家康に認めさせ、責任追及を免れる。その後、豊臣政権を運営していた五大老、五奉行がいなくなった大坂城では、茶々が主導権を握るようになった。一方、慶長8年に征夷大将軍となった家康は、江戸幕府を開府した。2年後には徳川秀忠を2代将軍として世襲させた。これにより、秀頼に将軍になるチャンスがないと悟った茶々は、激怒することになる。さらに畳みかけるように、家康は秀頼に対して心中を求め、秀頼の江戸下校、茶々の人質としての江戸在住か国替えかを要求するのだった。家康の主としての自負を持つ茶々にとって、この要求は屈辱的な内容だった。これにより両者の対立は明確になったのである。そして慶長19年に大坂の陣が勃発することになったぞ。この時の豊臣側は旧来恩子の大名たちによる課税もなく、秀吉が残した金銭で浪人を集めて戦うことになったんだ。かなり厳しい戦いだったんだね。そうだな。その後、豊臣側に加わった真田幸村などの活躍も虚しく、慶長20年の大坂夏の陣で大坂城は落城することになり、茶々は城内で秀頼らと共に自害することになったんだ。壮絶な最後を遂げたんだね。ではここからは茶々にまつわる話をいろいろとしていこう。まず茶々が子供につけた名前の意味について話していこう。茶茶と秀吉との間に生まれた二人の息子の名は、捨てと拾い。実は、捨て子を拾うと成長するという迷信から、最初の子供に捨てと命名し、その捨てが創生したため、
拾いにしたと言われている。つまりこの健康と成長を願うあまりの命名だったのである。次に茶々の容姿について話していこう。秀吉は淀殿の母で戦国一の美女の誉れ高い位置に憧れていたため、三姉妹の中で母親の面影を一番よく受け継いでいた長女の茶々を側室に迎えたという話が有名である。それゆえに茶々は美人だったと言われている。しかし別の説では茶々は母親ではなく父親に似ていたとされる。そのため茶々は父親の長政譲りの大柄な体格で美女ではなかったのではないかという説が存在するのだ。この説と直接関係がある話ではないが、茶々は大坂夏の陣で80キロもの大鎧を身につけ、馬に乗って城内を激励して歩いたと言われているぞ。そうなの。となると茶々は美人で華奢な人物ではなく、父親に似た大柄な人物だった可能性が高そうだね。次に茶々とネネの関係性について話していこう。世継ぎの聖母である茶々と幼い頃から秀吉を支えた正室であるネネこと高団員との確執はありそうな話だが、近年二人の関係については見直しが進んでいる。例えば高団員は慶長13年に天然痘にかかった秀頼のことを気遣い、医師の真瀬道さんに手紙を送っている。また秀吉の死後に出家した高団員が菩提を弔い、茶々が秀頼の後見として大坂城に入城したのは、二人の決裂ではなく菩提を弔うことと幼少の豊臣秀頼の後見と二人で役割分担した可能性があると言われている。なるほどね。じゃあ現在で考えられているような確執は二人の間にはなかったかもしれないね。まだわからないところが多いが、私は確執はなかったと思っているぞ。最後に茶々が残した和歌について話をしていこう。この和歌に関しては慶長3年秀吉が晩年に第五次参謀院の裏で行った花見の宴第五の花見にて読んだ和歌とされる。花もまた君のためにと咲き入れて、世に習いなき春に会うらし。現代語訳すると、桜もあなたのためにと咲き始めて、この世に二つとない素晴らしい春に会うことができるでしょうという内容である。もう一つの和歌は、愛をいの松も桜も八千を変、君上行きの稽をはじめにという和歌である。この内容を現代語訳すると、仲良く共に生える松も桜も八千代という長い時間を経たことでしょう、あなたがいらっしゃる今日をはじめとしてという内容である。どちらも秀吉、秀頼、そして豊臣家の永遠の繁栄を願って、美しい花と長命の松になぞらえた前向きな気持ちが伝わる和歌である。どうする家康では茶々役を白鳥玉城さんが演じる。彼女の演技にも注目である。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。